まったく深い森ね。気を抜くと魂が吸い込まれそう。ああ、なんかこう感じるものがあるな。団長の言ってたこと本当なのかもね。半信半疑だったけど。この森の奥に住むという魔女を倒すか。何にせよそれが団長から下された俺たちの使命だ。そして俺たちはその使命を果たさなければならない。そうね、全ては大義のため。そうだ、大義のためだ。こんなところに城が。ここじゃないの？私たちのお目当てがいるのは。行くか。暗い森の中、二人の戦士がさまよっていた。彼らは草むした古城を見つけると、おずおずと中へと入っていった。そこが彼らの目的地だった。彼らは彼らの使命を果たすためにこの城へと来ていた。だが彼らの使命はこれから始まる運命の前では単なる序幕に過ぎなかった。気配を感じる。誰かいるわね。魔女か。正確には違いますけど。誰だ。あなた方の標的です。魔女自らお出迎えなんて、随分と丁重なおもてなしね。もうひっそり背後からってのもつまらないでしょ。こちらもそれなりに盛り上がっていきたい。もう一人。ちょっと、リリアもいるの。三人の魔女か。よし、大義のため。大義？大義なんてもんがあるんだ。もう前置きはいいから、いいから、始めましょうよ。三対二か。少々部が。いえ、二対一です。さあ、姫さん。また出てきたか。このお方こそあなた方が言うところの魔女です。私たちはそのしもべでしかありません。そばに付き従う影。つまりあんたらは手を。ええ、直接には。んじゃあ行こうか、姫様。宴はここからだ。キュフThank you.
ちなさい。そこいい顔してるな。殺しちまうの。
そこ